それは2年前僕が実際に、まあ、その時の従業員の、まあ、後輩なんですけど、後輩を連れて、まあ、心霊スポットに行った時の話です。多分この心霊スポット知ってると思うんですけど、石切トンネル、石切トンネル結構有名やって話を聞いてて、じゃあ行ってみようやで、みんなで集まって車借りて行ったんですよ。でネットにナビ載って、ナビというか住所載ってるんで、それでナビ入れて出発した。でまだ3、40分ぐらいで着くんですね。で走ってたら、あ、もう少しで目的地着くわと思いながら走らせてたら、なんかすごい路地道の長い上り坂みたいなところで進んでいくうちに、すげえなんか民家とかあるんですけど、お地蔵さんがむっちゃ並んでて、なんやこれは、このとこ絶対トンネルないわと思って走らせてたら、ナビが急に止まって、もう車動いてるのにナビだけも止まって、あれ壊れたのかなと思ったら、一時したらその止まったままなのに、いきなり目的地に到着しましたってナビが止まって、え、絶対嘘やんと思って、上り坂で U ターンできんから一番上まで上がって駐車場入って U ターンして一回降りて、さっきはおかしかったわ、もう一回検索してみようで検索して、もう一回上がったらまた途中で止まってなる。ほんならまた目的地に到着しました、おかしいで、パッて右見たら、ある一個のお地蔵さんの前やって、全くさっきと止まった場所一緒、これなんかおかしいんちゃうかな。でパーもう一回登って、多分ナビが壊れてるわ思って、もう一回駐車場で U ターンして降りて、一応車のナビも入れて、携帯のナビ入れるわ、携帯でも同じ住所を検索して入れて、でまた行き出して、ほんならもちろんナビは止まる、ほんなら携帯圏外になるんですよ途中で、あ、携帯圏外やわ、なんだろうなお前って思ったら、またナビと次は携帯も同時に目的地に到着しました。え、おかしい、携帯も圏外なので目的地に到着しましたって言われて、パッて右見たら、そのお地蔵さんが、これはやべえな思って、もその日帰ったんですよ。そしてそっから2ヶ月ぐらいしてからですね、もう一回じゃあ行ってみようや、前こんな話やってん、こんなんあってん、で違う子を誘って行こうやって行ったら、普通に到着したんですよ、全く同じ住所入れてんのに、それ石切トンネルに到着した。で、ちなみに1回目行った時から、まあ、呪われたんですかね、多分。その次の時から、めちゃくちゃ売り上げ下がったんですよ。